ニュルブルクはドイツのラインラントップファルツ州アールバイラー郡にあるマチソンである。その地にある中世世紀に建てられた城塞であるニュルブルク城からその地名が付けられている。ニュルブルクという名前はラテン語で黒という意味のニジェールとドイツ語で白を意味するブルグに由来する。その城は玄武岩から作られていていつも黒く見えるためである。 ニュルブルクという地名は2 4トルにも及ぶコースを持つニュルブルクリンクというサーキットがあることで世界的に有名である。会1グランプリには5 1キロメートルの GP コースが使われる。ニュルブルク城はラインラントプファルツ州で一番標高の高い城として知られており、晴天の日にはケルン大聖堂の先頭を眺めることもできる。アイフェルと呼ばれる。 ドイツ西部からベルギー東部にかけて広がる比較的標高の低い山地帯の中でニュルブルクの村落がある山は2番目に標高の高い丘陵としてそびえ立っている。その城と丘陵が織りなす景色はアイフェルの独特の景観とみなされている。ニュルブルク城はアイフェルにある重要な城塞の一つであり、この地に城を築く重要性は軍事的知識がなくても容易に推察できる。 最古の築城がいつなのかは定かではない。その給料を指す記述として、文献上に登場したのは954年にマンズ・ノレと書かれたものがある。その記述は、当時の封建貴族らの領地の境界を明らかにして、分ける重要な指標として登場したものである。ニュルブルクの地名はマンズ・ノレに由来すると考えられる。 その地の黒い火山制限部岩を使用して築城されたニュルブルク城が大抵暗い色をた,たえて見えることからニュルブルクの地名が定着していったものと思われる。ニュルブルク城の歴史の起源ははっきりしない。古代ローマ時代の取り出に代わって築かれたという推論については何も証明するものがない。古代ローマの貨幣の発見は十分な証拠とは言えない。ローマ皇帝。 ネロの名前の綴りのネロとの名前の禁止性から彼が取り出として築いたのが始まりだという一つの伝説まで生み出している。他の考えでは古代に城の周りの土地に居住した者の紛糾墓の事実を示すものだという。郷土史屋はアレハクテオドリック一世がアーデナーから避難先の宮廷を置く城としてこの地を選んだという見方をしている。 テオドリック一世の息子のウルリッヒ本アレは自らをニュルブルククと称している。あくまで推論の意を出ないが、ウルリッヒはおそらく本格的にこの城の築城に取り掛かったであろうと思われる。アレハクの一族が9世紀より代々領有してきたアレ城はアルテンアールにあるが、ニュルブルク城はアレ城の南方 20km に位置する。10世紀にニュルブルクに存落ができると、 彼らはその地の領有権を主張した。歴代のアレハクは、高チアイフェルとアール川の上流の地域、特にアーデナウト・ニュルブルクとアルテンアールの間の地域を権力基盤として独立した勢力を築いていた。アレハク家はいくつかの家系に分かれたが、ニュルブルクの存落についてはアレイコールホッホ家ケが領有することとなった。ウルリッヒホ・ニュルブルクハクとニュルブルクを結びつける。 記述が最初に文献に登場するのは1169年の箇所である。彼は自らの責任においてニュルブルク城の築城を行っている。文献は1166年の記述から始まっているが、その中でアレ城とニュルブルク城について触れた箇所はケルンダイ司教がウルリヒとその家門の者に授与したという文脈で語られている。ウルリヒとその子孫は自らをニュルブルクとアレの 支配者であり、ケルン大司教と応援したウフェン家の風神だと称していた。アレイコールホッホ家ケは、ケルン大司教の就任者を排出したこともあり、アレイコールホッホ家ケとケルン大司教の両者の結びつきは強かった。1290年、アレイコールホッホ家ケが断絶して、ケルン大司教に、ニュルブルク城とニュルブルクの領有権が移った。大司教は大官を任命して、統治に当たらせた。 神聖ローマ帝国内でカトリックと新教派が争った30年戦争中の1633年、新教派のスウェーデン軍によりニュルブルク城は占領された。城は荒らされて損害を受けた。1689年、ついにフランス兵によって城は破壊された。破壊から逃れた場所と城の塔は1752年まで監獄として使用されるようになり、 その他の場所ももはや本来の本来の目的用途では使われなかった。城としての機能は打ち捨てられ、単なる採石場として使われた。1818 18年にプロイセンが三角測量を用いて、城の塔の高さを計測するために修復し、塔の標高が678メートルであることが判明した。この作業の過程で城の外角は取り壊された。今日では、 残された城壁の跡だけが、外郭が当時存在していたことを伝えてくれるのみで、ある。1846年から78年にかけて、城の修復が始まり、首都がリニューアルされた。石の階段は、塔の中に作られ、一番上のアーチ式天井は、アイフェル山脈全体を見張らせるように再建された。1871年には、 城の正門と内閣が今日見られるような形に完璧に復元され、ありふれたおとぎ話に出てくるような城壁のてっぺんに、ある円錐状のデザインも完成した。1949年に、城の所有権がラインラントプファルツ州に移譲された。国際的知名度が高いニュールブルクリンクサーキットが、ニュールブルク城の周囲を取り囲むようなレイアウトで存在する。他に、 マチソンの北西に42メートルのスキージャンプ台が存在する。ありがとうございます。